がとうございます。カメラ入ります。はい、今日のカメラは右だ。え、本当だ。おはようございます。そういえば今日ニコ生だっていうことをまるっきり告知してない。あ、本当だ。やべ、そうだ、やべ。ということで僕はニコ生に話しかけようと思います。お、ニコ生に話しかける、新しいね。ニコ生に話しかける よニコ生、元気か。あ、そういうこと、話しかける。みんなの生放送を伝えてくれてありがとう。はい、それじゃあ OK ですか。はい、はい、今日はないんです。了解です。はい、あ、うん、あ、タイトルコール、はい、すずね、あれこれ入ってるんだ。うん、さときも入ってる。すずね、あのさ、うん、すずねが規制を上げてる間に、うん、ニコ生に4名、うん、あのいらっしゃったのね、うん、謝ってくれる。やだよ。お前聞いた瞬間規制上げられたらびっくりするんだろうよ。やめなさい、やめなさい、ペチャ音出さないの。何のシーンをやってるんだお前は今。うん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 。何今の、何今の、妖怪。妖怪。ちょっと可愛く思えてくるから不思議だよね。そうなんです。ようこそお越しいただきました。大丈夫です。はい、ありがとうございます。左上の男の子は僕の弟です。何ねくんなの。里根。里根、里根。ハイネとかじゃないんだ。里根。ハイネってなんだ。ハイネくん。サトネ。サトネ。ハイネか初音かどっちかだと思うんだ。俺は。じゃあ行きますよ。はい。あ、オーバーズ。オバナエト先生。タイトルコールから。はい。やべえ、いきなりタイトルコールってめちゃくちゃ緊張すんだけど。ああ。お願いします。皆さんお願いします。今日全然準備できてない。しゃ。ニコ生の皆さんよろしくお願いします。はい、3、2、1。今回はいきなりそれでも地球で生きて。どうも皆さん、トゥーリオ大原誠です。84回放送、岡部すずねでーす。はい、それでも地球で生きている、通称デモッケー。この番組では新人声優の岡部と大原が外ではできない悪ノリトークや勢い任せな企画をお届けいたします。さて、はい、84回放送ですけれども、来ましたね84回。いやー、なんと今回ですね、はい、第7クール最後の回でございます。早いですなー。いや、早いよ。だって7クール終わったってことは、はい、もうすでに3年半やってるってことですからね。長いっすね。長いねこれ。まただってもうあれでしょ、中学生が卒業して、うん、高校生になって、あんたたちいつまでグダグダやってんだい。まさか私のことを忘れてるんじゃないだろうね。この声はまやさとき姉さん。ちまーす。本物じゃなくてすいません、まやさときです。おお、さとき、どうもこんにちは。こんにちは。今のでごめん、いっぱいいっぱいだった。終了だった今。でもなんかさ、ちょっと俺クオリティの高さに言葉を失ってるよ今。
どうしたどうした固形コーナー一言いいですか、なんですか茶番すぎるわあの台本の無茶ぶりに付き合っていただきありがとうございましたはい、ということでね、改めまして、はい、今回のスペシャルゲストのまやさときさんです。よーいよーさとき、今日はどうもありがとうございます。ありがとうございます。もうさときといえばですね、うん、アルファリスナーさんにはおなじみですよね。そうですね、あの伝説の番組さっともてのパーソナリティを見事にすっとまあげねすっともあげすっともてはい。クリバティーダの公開には毎回参加してくれて、ね、歌って踊れる看板女優の一人ですから ね、 ね、いやそんなね、僕ら今あの声優を目指してるわけなんですけれども、はいはい、あれ、さときは何を目指してるんでしたっけ？ポケモンマスターです。ああ、そう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 。誰がゲットしに行く？あ、でもね、あの AV 女優っていう噂も聞いたんだけど。嘘だ。ね、嘘だ。危ないから。大丈夫。お前ゲストをそこまで貶める番組聞いたことねえよ。聞いたことない。そしたら俺借りるよ、レンタルする。知らねえよ。しなくていい。俺も借りると思う。なんでだ。興味あるよね。立派な職業ですよ。あ、実際は何を目指してるんでしたっけ？実際まあポケモンをね嘘つけバカ野郎実際はまあまあなんだろうな役者をね、うん、やって、うん、まああのこの世に前さときありっていうぐらい有名になりたいなと。おーそう有名に、はい、有名にね、そう、うん、僕らもね実は有名になりたかったんですよ。そうです、ね、むしろ今もなりたいんですよ。そうですね、今諦めたかのように言いましたね昔の話になってましたね今も有名になりたいんですよ、はい、だから今回はそう有名になるべく、はい、役者、ダンス、すべてをとっても僕らの先輩であるさとき先輩にですね、はい第8クールこそ有名になれるようにご指導いただこうかなと思って、はい、今回ねお呼びしましたんで、はい、先輩お願いします。お願いします。およろしくお願いします。何キャラ本当僕らゲストいじりが下手くそだね毎回やってたと思うのね本当ゲストに損しかさせない、はい、何やってもらえよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、84野心の会が始まるよ。84回だけに野心。それではあってもキュー発進。はい、ありがとうございます。あ小芝居小芝居最初小悪魔っていう小悪魔入った。おお、そっか、さときは小悪魔だったのか。よく見たら小芝居、さときは小悪魔だったのかって思ってた止まったニューストリームは違う、でも動いてる。覚えてる。ありがとう。ということでニコ生の皆さん、改めてご紹介します。本日のゲストのまやさときさんです。どうもー、お久しぶりの方もこんにちは。えもうねいっぱいいっぱいですよ、オープニングだけで。髪切ってちょっとイケメン目指そうかなと思って。あー、イケメン。今後ね、イケメン。おー、じゃあさときがイケメン目指せると思う人をスイッチオン。デレ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 。おー、一人超じゃストラップ出してあげます。えどういうこと、ストラップ。タモさんのストラップ。タモさんのストラップ。あー、いいと思う。なるほどね。いいと思うよ。いやごめん、あのうちにテレビがないもんです。もうかれこれどれぐらいテレビ見てないの？かれこれ3年ぐらい見てないから。うわすげえな。デモ級と歴史ほぼ同じじゃん。そうだね。え、今の首相誰かわかる？野田さん。おお、小泉さんってくるか。ミクシで見た。ミクシ情報源ミクシ。しかも若干ちっちゃいつが入ってるところがおかしい。ミクシ。ミクシ。あー、ミクシした。それじゃあトークはい、はい、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、3、2、1、普通のお便り。はい、ではメールをご紹介していきます。今日はテンポいいですね、何やるにもねえ。じゃあ紹介していいですか？ねえはい、お願いします。いいですか？はい、はい、鈴之助さんからいただきました。いつもありがとうございます。
まこさん、すずめくん、チャオケーチャオケー。それでも地球で生きているサマーフェスティバル場、お疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございます。3連休のど真ん中、そこはさながら秋葉原の中心でデモ級発信を叫ぶオフ会アルファのスタッフさんに関係者さんそしてコア中のコアリスナーが集うそこはまさに聖地でした。イベントというよりもその場にいた人だけが楽しめるデモ級特別会って雰囲気で時間を忘れて楽しめました。あ、考えるやつの庭チョコにデモ級の CD と G 級なお宝まで数々ゲット。いい夏の思い出になりました。今後も応援しています。でもテーマ曲は今回から早速採用するのかな。それではレッツアンディアーモ、はい、ということでいただきました。もうなんか CD を聴いてくださってたんでしょうね。こう懐かしい単語がねちょろちょろ出てきてますね。嬉しいにゃ。ということでそうですよね、イベントがついに終わりましたね、うん、本当にご来場いただいた皆様ありがとうございました。ありがとうございました。ね、今日はちょっとそのイベント関係の話もね、うん、少しずつしていきたいなと。そうですね、ね、後でねそこにいるちっこい部に感想も聞きたいですね先輩だからそうです、ね、じゃあそこにいるちっこい先輩バカにしないでしょ。聞きたいですね。バカにしないです本当ちっこいですかなんか電車とか大変らしいです、ちっこいと。あ、はい、で続きまして、はいはい、お便りいきたいと思います。はい、ミカティさん、東京都の方です。これはもうデモ級ネームなのかはい、こんにちは。先日のデモ級イベントお疲れ様でした。ありがとうございます。当日はサマーフェスティバルにふさわしい晴れ晴れとした天気でしたね。私の日頃の行いが良かったからだと思います。感謝してくださいね。ほう、はい、イベントの内容はすっごく楽しくて本当にずっと割れっぱなしでしたよ。素敵な時間をありがとうございます。またいつか第2弾も企画してくださいね。それではまた。ああ、ありがたい。ありがたいですね。ミカティさん浴衣で来てくれたんですよ。そうなんですよ。もう本当あの裾から手突っ込んでやろうかと思った。放送事故放送事故3人いるんだから誰か喋ってC じゃない C じゃない何か言ってほら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 じゃあもうじゃあ裾から手入れんじゃん。で服をはだけさせんじゃん。そうですね、第2弾 も、ね、いつかやりたいですね。おい、うん、楽しみですね。僕は次の題名はサマーフェスティバルジョジョと思ってますね。え、歯じゃないの歯じゃねえんじゃん次がジョジョジョかな。ジョジョジョ思ってます。そうです、ミカティさん来てくださったんですよ ね。本当ありがたかった。ありがとうございます。華やかな黄色い浴衣ね、ね、かわいいことね。来なかった人はそうですよね。ね、デモ機はそうやってちょいちょいサプライズを用意してますからね。ね、次回もミカティの何かしらが見てなかったらやっぱデモ機のイベント来るしかないです、ね。あれ、それデモ機の力じゃねえじゃん。ひで、そうです ね。まあそうやって他人の力を借りるのがデモ機クオリティですから。これからもどんどんお借りしていきたいと思います。そうですね。はい、ミカティさん本当にありがとうございました。ありがとうございます。はい、じゃあせっかくですからサトキにも1枚ね、はい、読んでいただきます。お願いします。はい。じゃあ、和歌山県お住まいの G ゴキブリじゃないよさんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。デモンチはデモンチョ失礼しました。イベントの方はどうだったでしょうか。イベントに足を運ぶことはできませんでしたが大成功に終わったと信じております。さて夏もそろそろ終わりを迎え秋に移り変わろうとしています。秋と言いますと高校の方では体育祭文化祭の時期です。僕の高校の文化祭では2年になると舞台発表というものがありまして体育館に全校生徒を集め舞台上で歌やらダンスやらをクラスでやるというものなんです。めんどくさいながらも頑張りたいと思います。そこでお二人から文化祭を楽しむにはどうすればいいかアドバイスの方よろしくお願いします。なるほど、文化祭か。文化祭はやっぱり出会いの場だと思うんですよね。ほう、うん、やっぱり女子高生とか、あ、まああれ学生と仲良くなっていいその恋人ロードをね歩むチャンスだと思うんですよ。なるほどね、うん、ぜひちょっとゲットしてください。はい。あ、なんか舞台発表を楽しむ方法じゃないんで、ね、ラッシュとかの話かと思ってやっぱりすずね基本的に女の子と楽しむ方法を考えたいタイプ。あの舞台の出し物って一緒に物を作り上げるじゃないですか。そうですね、まあ、その中で女子と一緒に組んで、はい、で、あ、それ俺がやっとくよっつって2人で組んで何を作り上げるの。そんなの一つしかないじゃん。何もう分かんない、詳しく教えて。組んで G ゴキブリさんじゃない、ゴキブリじゃないよさんに分かるように言わないと、うん、子供ほら放送事故びっくりするね。トゥン
った時なんかアドバイスありますえー、何も考えてなかったな。なんか文化祭、どんな文化祭しました、その時。あ、文化祭は、うん、なんかね、あの音楽発表うちのクラスでやって、すべて自転車のベルを使って演奏っていう。へえ、面白い。自転車ごと舞台に上げて、全員並んで、あの自転車で音階、ベルで音階探して、うん、ドレミファ順に並んで、それで、あの古畑任三郎を演奏する。へえ、すげえ。何その本格的なの。名水あの、あ、古畑さんが自転車乗ってくるから、だから自転車ベルでやってたの。そうだね。あ、後付けやん。今考えたじゃん。でもすげえ。すげえな。最後はもうみんなでその持ってきた自転車乗り回して帰るっていう。いや、最後はもう体育館がすごいキャーってな、何人か引いたんでしょ。あ、そうだ、まず私がトップを切って。あ、そう、さすが先輩だ。さすが、さすが。伊達にちっちゃくないよね。そこだから何なの。はい、それはなんかやっぱりみんなで一斉にそのなんか一つの出し物を作るっていうのが楽しかった、できなかった。あ、そう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 、みんなで音探してね。あとやっぱそういうなんか過去振り返って、うん、その時にしかやったことないことっていうのはやっぱやっときたいですよね。そうだね。佐藤が言ってた自転車ベルでとかっていう、なんかね、一生に一度やるかやらないかっていうことをやっぱその場でやるっていうのはいい思い出になるんじゃないかなと。そうだね、思いますね。ぜひちょっとじいさんには、はい、出し物楽しんでいただけたらなと思います、ね、そうですね。なんかお芝居の方も、やり終わったらどんなことやったか教えてください、ね、うん、すごい興味がある。それちょっと脚本パクってうちでやりますね。そうですね。え、それ俺にパクれって。次回俺だよ。そうだね、本当に鈴之助さん、ミカティさん、ジーコクリージョン、皆さんイベントのこと書いていただいてね。もう鈴之助さんあれですよ、来てくださった上に CD も全部ご購入いただいたんです。めっちゃいい人なんです。本当ありがたいですよ。もうあの鈴之助さんの鈴は僕の涼しい音の鈴を授けます。あのそういう不名誉な逆じゃん。逆だよね。逆だよね、うん、だって俺もらったら捨てるもん。そう、涼しい音の鈴、うん、俺も俺だったらもう次のすけで来るね。あ、そう、デモ級ネームのすけさんになるね俺だったら。失敬だな。失敬極まりだね。汚染されてるもんそれ。でもイベントついに終わりましたな。終わりました ね、 ね、ありがとうございます。ありがとうございます。さときてつないに来てくれたおかげで本当スムーズに進みました。ね。さとき当日超可愛い着物、着物、浴衣が着てきてるね。ねねって。浴衣はね、浴衣はね、何言ってますね。ちょっとさ、ありがたい先輩にですよ、そのイベントのダメ出しをちょろっとズバッと言っていただきましょうよ。先生ちょろっとズバッと言っていただきましょう。お願いします先輩。いや、あの本当スタッフとして行ってて、はい、あ、めちゃめちゃね、あの客みたいに楽しんでたんですけど、ほう、めっちゃ面白かったんで、めっちゃ面白かったんで、うん、もうちょっと人呼ぼうよ。やべえ、ガチダメ出しだよ、ガチダメ出しだよ。いやいや、あれはもっと呼んでも絶対すぐ有名になるって。あれマジ面白かったっす。ちょっと見栄を張りすぎて、ラジオの放送枠以内では人呼ばねえって言って ね、まあ大動きしましたけど。そうね、でもみんな楽しいって言ってくれたんですよね、本当に。それはありがたいよね、うん、めっちゃいい笑顔で言ってくれたんで。まあやっぱ、じゃあちょっとクオリティは保証できたんで、はい、次回のイベントはちょっと人数を呼べるためにやっぱ有名になっていきましょう。そうですね、ね、ジョジョではね、なりましょう。上々上々、はい、でも本当イベントやってよかったね。よかった本当に、はい、また次回上々上々やると思いますんで。だいぶ違うかもな、楽しみに待っててほしいですね。お願いします、はい、よろしくお願いします。はい、以上ふつおたのコーナーでした。はい、OK、 8分59秒終了。ちょっとモノマネ王座も、まあ、極力2分で済ませるようにします。でも確かネタが結構ハードル高いよ、ね、ハードル高いです。ハードル高いからポポポポーンといきます。ポポポポーン。俺の中でいまだにブームで。ああ。さよならライオンがかっこよくて、かっこいいねあれね、かっこいい。あ、ニコニコ動画であのキングさよならライオンっていう動画見た方いらっしゃいます？今ニコ生ご覧の皆様の中で超かっこいい、ね、え、さよならライオンとは違うやつ？うん、マッドでキングさよならライオンっていうのがあって、順番に出てくるじゃないですか。こんにちは、ありがとううさぎ、こんばんはに、さよならライオン。でもさよならライオンになった瞬間、魔法の言葉でっていうフレーズが出たかと思ったら、キング、あ、さよならライオンが空高く舞い上がってロボットに変形するっていう。おー、
ウィンガサウィンガウィンウィンガシャンジュンってキングさよならライオンってなるんです。すごい超かっこいいね。もう今すぐもうあの今ニコ生やめてニコ動飛んでいいんで今すぐ見てください。キングさよならライオンいいの？いいです。全然全然相方が止めもしないんで大丈夫だと思います。あ、まさか出たうわすごい。これだ。あ、かっこいいね。そうそう。で今出てきたロボットたちがあの変形するムービーがある。あのしかもこういうあの可愛いデザインから変形するの。いや懐かしい。こういう。あ、すごいな。まとめたやつがあるんだ。俺このバージョンは初めて見た。全部なんだ。そう、しかもみんなちゃんと変形するわ。ロングバージョン。ロングバージョンだ。あれ見入っちゃう。見入っちゃうね。もうなんか全然俺画面サイドでいいよ。デモ機サイド。公共広告機構です。そう、これが好きでさ、公共広告機構。超かっこいいよね。これオープニングとかあるじゃん。公共広告。ある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 。懐かしいな。あ、これもしかしてあれか、変形するやつか。お、あー、そう、これ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 です。ちょっとニコの皆さん見ててください。これ、あ、これじゃないバージョンだ。これじゃない変形だ。俺の好きなバージョンとは違った。そう、こういうのがいっぱいあるって。やべ、一太郎さんのプロ根性に一太郎さんのプロ根性に火がついたぞ。これか。あ、これでもない。残念だ。そんないろんなパターンがあるんだ。そう、でも俺はキングさよならライオンが好きなの。もうあのなんかもういろんな人たちがこのバージョンを作ってるわけですよ。かっこいい。俺もこういうの作れるようになりたい。作れるようになりたい。作れるようになりたい。立体で？え、あ、まアニメ。アニメーション、オリジナルロボットのアニメーションとか。さあ本編始めようか。コメントでもういいよってね。やばいやばい、ロボット熱が。あ、ガンプラ作りてー。イチタロウさんの熱が。もうイチタロウさんキングサヨナライを見つけるまで絶対回し続けるから。これ違う、これでもない。すごいいっぱいある、ね、そう、すごいいっぱいあるの、ね、すごいな。ただね、キングサヨナライオンっていうのは1個しかなくて、それがあるから。やべ、兄ちゃんすげえ。つか俺が見たことないバージョンもある。うん、たくさんあったよ。すごいっすね。すごいな。じゃあちょっと今ので再生順でいくと今の順番なんだよ。あ、そうなんだ。うーん、じゃあ受からないともういいっす。バカ野郎。俺の冠番組だよ。冠番組。冠コーナーだよ。冠コーナー、そうだね。よし。ね、すごいっすよね。ほら見てる人いた。お願いします。それじゃあ浮かないで。はい、キングサヨナライオン。普通にどっかで入れて。キングサヨナライオン。やだ。はい、タイトルコール。受からないとさよならライオン。ミッドナイト、テンションがなぜか上がって、この世界で俺は特別なんだって思いながら走るのも全部深夜だった。トゥナイト、あなたは何をする？このコーナーは資格取得を目指す、目指していたエピソードを紹介するコーナーです。今夜も僕の部屋へようこそ。うなぎ。いや、ニコ生見てる人にしかわからないんですけど、さっきの合間の時間にAC のさよならライオンとかの画像をひたすら見せてもらって、その影響でさよならライオンと、ようこそうなぎ
ヨーコソウナギないじゃん。間違ってんじゃん。ねえよ。間違っちゃってんじゃん俺。ねえよ。ヨーコソソってなんだろう。そう。ヨーコソバカスとかじゃな。そのキャラクターじゃん。はい、ということで、受からないとのコーナーですが、受からないともコンクール最後の回になりました。もうこの時点で1分17秒使ってんだけど俺。やばいじゃん、あと40秒しかない。このクールではですね、まず僕はトーコルをしました。トーコル受けました。あとはトーコル受けました。まあ、つまりトーコルしか受けてませんので、次回のクールではですね、あの妖怪検定と声優検定、あ、僕懲りてないですから、次クールも受からないとは続きますので、皆さん、あの目指していたエピソードとかぜひ送ってください。よろしくお願いします。夜景鑑賞誌はあ、夜景鑑賞、あ、1月じゃん。あ、夜景鑑賞誌も受けます。夜景鑑賞誌から始まって忘れてた俺もトークルでちょっと満足しちゃってるやべ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 。ぜひ僕とじゃ、でももう一回トークルを受けて、うん、あの満点目指してほしいです。あ、やっぱ成長が見えた方がいいじゃないですか、ね、そうだね、確かにね。はい、わかりました。ちょっと頑張っていきますんで、受からないと応援よろしくお願いいたします。それではまたこの部屋でごきげんよう、うなぎ。はい、はい、はい、本当に入れるとは思わなかったすげえ、しかもコーナー名変えた確かにすげえ、コーナー名出ちゃったさよなライオン。じゃあ次枠いっちゃいますね。はい。ほらやりたい放題ですね、言われてますよ。羨ましいですか。なぜ。でしたらあなたも今すぐアルファに。やりたい放題できるのがアルファってわけじゃないから、ね。確かに。そう。止められてんのにやってんの俺らだけだから。そっか。特にタイムとかやりたい放題だから、ね。